か鳴った。鳴ってるけど大丈夫。何皆様へ。今日から1ヶ月間結婚に向けての旅が始まります。恋人期間はいらなくてすぐに結婚したい。何回も恋に落ちれる人じゃないと嫌だ。経済力が大事。私ランボが好きなんだ。結婚したい男性は中身重視したい。メールだって旅の期限が決められてます。男性がいついなくなるかわからない。さっきで終わりってこと？さっきで終わり。あの乾杯で終わり。こういう感じなんだ。プロポーズできるのは女性だけです。プロポーズは本当はされたかったです。恋愛のスタートを私はサボってきたなんて難しい。あのダメだった時を想像しちゃうのが一番怖いなって。だから相手へのアピールもそうだし自分のアピールも早くしとかないと、うん、むずこの旅は結婚を考えなきゃいけないから真剣に好きだし真剣に向き合いたい。お風呂入りたいわ。どうですか？私は私のことだけ見てくれる人が好きなの。そうじゃないから悩んだ。もうめんどくさい。もうこういう話し合いがめんどくさいの。なんかそんな簡単になんかそういう感じになっちゃう人なのかなとか。行かへんそれやったら。行く必要がないの。悔しくてこれが最後なのは嫌だ。明日で言い合わないんだなってこの度プロポーズに行ってきます。